おはようございます。それでは今日は私の方から3点発表させていただきます。まず1番目は農林水産業の成長産業化および関連産業の振興に関する徳島大学との協定についてであります。徳島大学におきましてはこの春、4月からですね、30年ぶりの新学部といたしまして、全国初の6次産業化人材を育成をする生物資源産業学部開設、いよいよ4月に迫ってまいったでございます。これまで徳島、これだけ農業体験、関西の台所、今や日本の台所を期待をされる、でも中四国9県の中で唯一農学部が大学にないということで、なんとかこれをと、ないものねだりして、おのおと言っててもしょうがないということで、徳島大学との間で農工商連携、その推進をするための協定を結ぶということで、工学部、特に農工連携スタディーズの農と工に通じた人材の育成であるとか、あるいは植物工場といったらこう LED を使うというのが、定番になっているわけでありますが、この LED を用いて植物工場、その共同研究などにこれまでも取り組んできたところであります。この度の新学部の開設、これを契機としまして、こうしたこれまでの取り組み、さらに進化をさせていくために、徳島大学との間で冒頭にも申し上げた、新たに農林水産業の成長産業化および関連産業の振興に関する協定締結する運びとなりました。旧県立の農業大学校の跡地約10ヘクタール、こちらをご活用いただく新学部の教育研究拠点と、県立農林水産総合技術支援センターの両者を中核としたアグリサイエンスゾーン石井町ですね、さらには鳴門市及び南町の水産研究科を拠点といたします。地域や産業を支える人材の育成、また生物資源や先端技術を活用した研究開発などに共に取り組んでまいりたいと考えるところであります。具体的に少し申し上げてまいりますと、独自産業の企業業を起こすということですね、あるいは輸出にも果敢に挑戦をいたします。高い実践力を有する人材の育成を進めるため、アグリビジネス化、まだ多少でありますがね、新設予定の城西高校、これは平成29年4月を目処ということですけどね、この城西高校をはじめとした専門高校、これから我々は職業高校というのではなくて、それを専門にスキルを身につけるということで、専門高校、あるいは農業大学校、すでに専修学校化しておりますが、そして徳島大学が連携をして一貫した人材の育成システム、そのもと教員の皆さん方の相互派遣、これはもとより先進的な農業者、また食品関連産業事業者の皆様方のもとでのいわゆる実地研修、さらには商品開発や販路開拓での実践的教育活動などに取り組んでいきたいと考えております。また研究員の交流などを通じた互いの研究機能の強化、また徳島大学が有する先端技術を活用した産学官共同研究によりまして、 ICT やロボット技術によりますスマート農業の推進、またバイオ技術、こちらを用いた地球温暖化に適応する新品種の創出などに取り組んでいきたいと考えています。さらに申し上げてまいりますと、アグリサイエンスゾーンに民間の技術、ノウハウ、そして資金を投入いたしまして、産学官の連携で次世代型の農業の研究、また実証に取り組みますため、今後旧農業大学校の跡地の一部、約 1.8 ヘクタールとなりますが、こちらを活用し、施設の整備、運営を行っていただける民間事業者の方を公募させていただきたいと考えております。この徳島大学との協定の締結は1月の29日金曜日予定をいたしておりまして、生物資源産業学校の開設を機に、本県農林水産業の成長産業化を図り、地方創生をしっかりと加速をしてまいりたいと考えております。
次に2番目、徳島の食の価値を伝えるブランドネームの決定についてであります。県では昨年の8月策定をした挑戦する徳島ブランド戦略に基づきまして VS 東京徳島ブランドギャラリー、まだ仮称でありますけどね、はじめさまざまな発信戦略を展開しているところであります。この度この発信力をさらに強化をするため徳島の食の価値を伝えるブランドネーム、これを決定をしたところであります。ということでね、こちらアワフードっていう形なんですけどね、でこちらこの新しいフレーズアワフード、日本語と英語とこれ両方書いてるんですけどね、まあ、このロゴマーク VS 東京10の徳島宣言の一つ、実は徳島、つまりこの土地の食は幸せをもたらすことを、これに基づきまして、今度はこうちょっとこう見ていきますとね、こういうふうに顔を変えるとこれ英語のアワって AWA ですよね、このアワ、そしてこうやってみると今度は幸せ、幸いというんですよね、というふうに見えるんですよね。少しこれこういうね、こう見た時とこう見た時と、まあ、こうなるんですけどね、もう一度申し上げますと丸の中にアルファベットの泡、そして今度は丸の中に漢字の幸せと横にするとね、こうなるわけでありまして、その幸せ4文字のひらがなで見ますと幸せの真ん中に泡こう入ってるわけなんですよね、というこの2つのストーリー、泡、徳島の風土に生まれ育った育まれた食、これが多くの皆さん方に幸せをもたらすということを明確かつストレートに発信をするデザインになっているところであります。今後はこのロゴマークによるポスター、あるいはのぼりなどの PR 資材を県主催の商談会やイベントなどで使用し、徳島の食の魅力、これをさらに発信をしていきたいと考えております。またこれに合わせまして、徳島の食応援をし、県と連携をしてその魅力を発信するアワフードスペシャリスト制度を新たに創設をしたいと考えております。少しこの制度についてご説明をしたいと思います。この制度はまず徳島の豊かな食に共感をしていただいて応援をしていただける個人、あるいは店舗を募集をさせていただきまして、アワフードスペシャリストとして県から認定をさせてもらうものであります。そして Facebook を活用してメンバー間のネットワーク化を図るとともに、メンバーの皆さん方からの旬の食材やイベントなど県産の食材に関する情報、これを県が集約をさせていただく、本日から公開をするアワフード Facebook あるいは Twitter で情報発信をしていくものであります。アワフードスペシャリストの皆様方には、個人の皆さんには名刺あるいは缶バッジ、店舗の皆様方にはのぼりやポスターなど、まあ、それぞれね、個人あるいは店舗それに応じてということなんですが、専用の PR グッズを提供をさせていただき、周知活動にぜひ使用をしていただきたいと考えております。またこの制度創設に伴いまして、これまで実は複数ありました徳島ブランドサポーターのいろいろな制度、これを機会にアワフードスペシャリスト制度に一本化したいと考えております。今後はこのアワフードスペシャリストの皆様方としっかりと連携をし、徳島の食の魅力を全国に向けて発信をしていくことによりまして、本県の豊かな食に共感をしていただく徳島ファンを増やすとともに、徳島への新たな人の流れ、これを作り出していきたいと考えております。このアワフードスペシャリストは本日から募集を開始をいたしますので、生産者また飲食店の皆様方をもとより、徳島の食が大好きな皆さん方のふるってのご応募を期待をしたいと考えております。次に最後3番目でありますが、千年産後日本ユネスコプロジェクト未来遺産登録記念式典についてであります。
昨年の12月の7日、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の第7回未来遺産委員会が開催をされまして、千年産後と生きるまちづくり協議会を登録団体とし、麦町大島にある千年産後の保全活動がプロジェクト未来遺産に登録されることが決定されたところであります。県といたしましては、このプロジェクト未来遺産の登録を機として、これを逃すことなく登録に盛り上がっておられます住民の皆様方をしっかりと支援をさせていただきまして、麦町町協議会および日本ユネスコとともに登録記念式典を開催をする運びとなりました。記念式典は2月の10日水曜日、麦町海の総合文化センターで行うこととなりまして、当日は日本ユネスコからの登録証の伝達に加えまして、麦町がこの決定の日、12月の7日ですよね、こちら12月の7日を千年産後の日とする制定の宣言、また協議会が作成をされました千年産後のキャラクター、千年産後ちゃん、結構かわいいですよ、のお披露目式を行いたいと考えております。また昨年度から麦小学校の皆様方、麦小学校において実施をされております千年産後保全活動など環境教育の授業を受けた子どもさんたちに保全活動について発表をこの機会していただこうと、さらには麦町のご出身でハープ演奏家であります富田春代さんが自ら作詞作曲をされました千年産後の歌を演奏していただくこととなります。さらに式典終了後、麦小学校に場所を移しまして、5時間目の授業として3年生4年生の子どもさんたちに産後の世界的権威で日本ユネスコ未来遺産委員でもあられます土屋誠琉球大学名誉教授から夢授業を行っていただきます。式典の開催にあたりましては、徳島ユネスコ協会はもとより、麦小学校では記念式典の参加を学校行事としていただくなど、最大限のご協力をいただいているところであります。今回のこの未来遺産登録は、高さが約9メートル、外周30メートル、樹齢というのか年齢というのかね、千年をはるかに超える1700年ということも言われているんですよね。世界最大級最長寿と言われるこの千年産後について、地域の NPO やボランティア団体、また経済団体、漁協、麦町、そして徳島県などが連携をいたしまして設立をしたこの協議会が行う産後の保全活動、また産後を活用したまちづくりなど、人と環境の関わり、また地域の活性化、そして次世代を担っていただく人材の育成などが高く評価されたものと考えるところであります。まあ、私自身ダイビング、スキューバーダイビングをさせていただきまして、麦の大島、そこにあります千年産後、初めて見た時には約13メーターぐらいの潜ったんですけどね、あまりにもその大きさね、これ千年って言われて千年どころじゃないんじゃないのって、まあびっくりさせていただいたと思いますね。またその後、地球温暖化、海水温が上がるということで、実は鬼人での大量発生、サンゴのまさに天敵ですよね。その駆除ということで、県としても保全に力をしっかりと入れていこうということで、再び平成22年の5月、潜らさせていただきまして、駆除活動に参加をさせていただきました。だから大変なんですよね、鬼人で。みんな赤いと思ってね、陸に上げると赤いんですけどね、海中にいるとね、緑色、だんだん黄色で見えないんですよ、サンゴ。でも万が一手でバッと当たってしまったら猛毒を持ってますんでね、大変なことになるということで、こうハサミでカチカチやるんですけどね、まあ、なかなか大変でした。正直この千年産後をはじめとする南部経域の豊かな自然宝をしっかりと未来へ引き継いでいくことはもとより、今回の記念式典の開催によりまして、千年産後の保全活動の機運をさらに盛り上げ、
南部県域の豊かな自然を広く情報発信することによりまして、四国の右下右上がり、このキャッチフレーズね、四国の右下のファン、その拡大を通じまして徳島の魅力をさらに PR をしていきたいと考えております。私の報告は以上3点です。どうぞよろしくお願いをいたします。では発表事項に関して質問があります。すみません、経営陣の畠山です。冒頭 の旧農業大学校の土地にですね、二課企業を設置したので、公募されるという話なんですけれども、これのイメージをちょっともう少し教えてください。どういった、事業をする民間企業を呼んできて、どういうことを伝えてるんですか。まあ、これは産学官の連携での研究拠点であったり、場合によってはそこで新しい品種のものを開発していくとか、あるいは薬用の栽培をしてみるとかね、さまざまなことを大学と、連携してやっていこう。ただ当然のことながら、そうしたもののノウハウを民間で持っている皆さん方に全体の、維持管理といいますかね、そうしたこともやっぱり求めていく必要があるのか、そういう意味で産と学と官が一体となる、そうした意味で、そこがいわゆる全体を維持管理するというだけの話ではなくて、民間のノウハウを生かした、そうした新しい業を起こしていく、その拠点になれば、全体10ヘクタールのうち 1.8 ヘクタールをそちらに割きたいということですね。農場であり、工場であり、それはもう民間の方からアイデアにやる、はい、つまり植物工場という形態もありますし、そこが薬用園になったりですね、いろんなフィールドになったりと、全体10ヘクタールありますので、さまざまに活用していただく。もちろん今徳島大学の皆さん方の中にこう考えの点もあるし、もうすでに共同でやってきたものもたくさんあります。特に植物工場なんかはね、そういった中にさらに民間の知見を入れていこう、一石二鳥三鳥狙おうということですね。なんで発表事項以外でご質問がしたら、ナルトの久保本里なんですけど、お前大体の会合を開いて、もう産卵が待ちかということで、その周辺400メートルを、から、その距離を守ってほしいということで、であとそれをどう住民の方が経営じゃなくて、住民の方とかそういう人に、遠くから見てもらうようにというようなパトロールみたいなのをしてもらうということなんですけど、それでもちょっと無理があるんで、その警備の方を雇ったりとかそういうことも考えるんじゃないかというところの発言があったんですけど、それには予算が必要じゃないかということという意見もちょっと出てたんですけど、県としてなんかその予算かというか、それに関してはなんか当初予算になるような当初予算とかなんとかっていう話よりも、必要なものであればね、地元のある都市あるいは目標会を立ち上げて、そして見守りであったり、できれば早い段階で子供さんが生まれてくれるとありがたいというかね、生殖の関係であったり、そういう形の活動を取らせていただいておりますので、今これまでやってきた点に加えてそうしたものが必要なんだということであれば、協会を通じて地元のある都市であるとか、あるいは地元の JA であるとか、多くの関係者の皆さん方との間で、じゃあそういう警備員を雇う経費をどうしようかという結論が出てくるんじゃないかと思うんですね。あくまでも県が主導というよりも皆さんと共にこれはやっていく、そのために協会を作り上げますので、そこを通じてやっていきたいと。四国放送です。今日は寒波がやってきてですね、はい、交通などにもかなり影響があったと思うんですけれども、2年前のですね、県西部の大雪などでも、大変な被害がありました。それを踏まえて対策もなさったかと思うんですけども、今朝の時点でですね、どのように評価されていますか。2年前の12月ね、
県西部の一市二町が、孤立をしてしまったと、自衛隊の皆さん方にも災害派遣、ちょうどその時には県南地域海陽町で、こちらは自衛隊の皆さん方防災関係機関集まってね、南海トラフの巨大地震、昭和南海地震などを想定をした防災訓練、もう快晴だとね。しかし県西部でどんどん雪が降って、ちょうどお昼ぐらいにまず東三好町、そして次に杉町の方から自衛隊の皆さん方への災害派遣要請をしてくれと、私のところへ両町長から30分の間隔を置いていただいた。ちょうど第14旅団の15普通科連隊連隊長さんも参加をしていただいてましたのでね、その場ですぐ災害派遣要請で、彼がすぐヘリコプターで現地へ飛んでいただいたということで、まず全焼拠点というね、これは速やかに対応できたんですが、いかんせん湿った雪で多くの木が交互にこう倒れると、私もその翌日にはすぐ防災ヘリでね飛んで上空から見たわけなんですが、できればヘリポートに降りて、でそこで救援物資あるいは地域の状況を見たいと思っていたんですが、自衛隊の方からもう1メートル以上積もっているところヘリポートはとても降りられない、ましてや防災ヘリでは無理だと、こういった話がありましてね、全体の状況を見る、そしてその対策を考えるということに専念したわけなんですが、木が交互にこう倒れて道を全部防ぐ、塞ぐ、しかも道を塞ぐ前に電線を、架線を切ったというのが停電の原因、またなかなか孤立が解消できなかった要因となったところでしてね、やはりこの湿った雪に慣れていない、そもそも雪に慣れていない四国の木ということで非常に弱かった、これは鳥取県の方からもそうした指摘をいただき、除雪機もね直ちにこれはヘリコプター防災ヘリで鳥取から送っていただいたんですけどね、オペレーターとともにということで、大きなそうした教訓これを得た、しかも普通は県西部ということだったら旧美馬郡でね、鶴見町は孤立ができた、でも美馬市は孤立が一つもなかったんですね。じゃあなんでこんなことになったんだろうと、実は美馬市に倒木がほとんどなかった、特に道路沿いになかったんですね。美馬市は実は消防団の皆さん方と地元の森林組合の皆さん方が道路沿いの木を毎年のように刈る、あるいは枝打ちをするということで、架線を切ったり倒木によって道路閉塞がなかったと、長年のそうした積み重ね、でも実はこれ鳥取の方から指摘されたのは雪国は普通にやるんですよっていうことですね。もう直ちに森林組合の皆さんであるとか林業関係者、あるいは地元の建設事業者の皆さん、また消防団、こうした皆さん方にもとにかく切れるところから切っていこう、ただ道路沿いも多くは民有林がありますのでね、そうした部分についてしっかりと地元連携をしていただいて、約この2シーズンといいますかね、一昨年の冬、そして昨年の12月、そして今回ということでありますので、今回は一つも実は孤立集落が出なかったと、また停電も発生をしなかったと、前回の教訓が今回は生きたということになるかと思います。しかしその一方で交通渋滞は、非常に激しい、なるべく早い段階での通行規制、これも行わさせていただきました。不便だという声もあったわけではありますが、やはり事故が大きい、例えば死者が出る、怪我人が出ると、そうしたものは事前にやはり防いでいく必要がある、大変ご不便はおかけをいたしましたし、午前中、例えばこれ土曜日だったんですかね、昨日かな、昨日の午前中の方から高速道路、これも藍住から川之江インターチェンジまでが全部雪のため通行止めた、そのうち今度は徳島インターチェンジからということにこうなったわけですけどね、JR しか動いてないといった点もあったわけでありますが、しかしそうした点で、雪によるというか直接的な点での孤立、あるいは死傷者、転がられてお一人骨折をされた方はおられたんですけどね、ただ交通事故の関係はやはりこうね、雪道の運転が慣れてない、またスタッドレスでやるとかチェーンを履かないでノーマルタイヤで行ってしまう、私なんかは新潟山梨での数年の経験がありますんでね、どうやってこう運転するかってことを大体なんですけど、見ててうわこれ危ないなと思った途端にゴーッと乗り上げてる車がたくさんあったりとかね、ということで、今回まだ8時半今日の段階でありますが、人身事故が15件、そして物損が228件、
継承者が17名ということで大津環境ですねなったわけでありますが、まあとにかく今回そうした一昨年12月の教訓はまず生きたんではないか。しかしやはり雪には弱い、まあ、今回ね40年ぶりのということでだいぶマスコミの皆さん方も報道していただいたんで、まあ、本当でしたらねスタッドレスタイヤに履き替えてみるとかつけるのなかなか難しいんですけどね、まあ、しかし多くの皆さんにとってみるとこの1日あるいは2日のためだけにスタッドレスに履き替えるのはどうか、まあ、こうした、ね、お考えもあったのかもしれませんが、まあ、ぜひこうした点についての事前の対応といったものね昔のスパイクタイヤとは違うわけでありますので、まあ、ぜひ逆に言うとこれを県民の皆さん方には教訓としていただいて、そしたらちょっとねお金かかるかもしれませんが一回入って終わりじゃなくてまたずっと置いとくと、また翌年もその次ぐらいまでは使えますんでね、スタッドレスタイヤを使ってみるとか、まあ、こうした点もぜひご考案いただければそうかとさせていただきます。ありがとうございました。はい、全然違う話なんですけども、今年の夏の参院選に向けて憲法改正について議論を深めていこうというような話とかも盛り上がってきているんですけれども、中でも緊急事態条項の設置を求める声が出ていて、徳島県なんかは、まあ、南海トラフ巨大地震 の準備を整えなければいけないので、まあ、その緊急事態条項はかなり関わりの深いものだと思うんですけれども、そしてはこの緊急事態条項の必要性についてはどういうことですか。はい、まあ、実はすでにこの5億問題に端を発して昨年の7月岡山で行われた全国知事会、この場で多くの知事さん方からこの5億問題これはもうなんとか解消しなければいけない、またちょうどその7月全国知事会やってる時に公職選挙法の改正が行われて5億が徳島、高知、島根、鳥取で決定されたと、まあ、多くの知事さん方からもう次から次へと5億になったら東京以外残んないんじゃないかと、まあ、いうことからあってね、まあ、抜本的な対応をその次、まあ、4年後の、ね参議院選挙でということが付帯決議をされていましたんでね、まあ、それに向けてしっかりとした対応をすべきだ意見が出され、そしてまあ私が委員長を務めています全国知事会総合戦略政権評価委員会特別委員会ですね、こちらの方で議論を深めるように、当然これはスペシャリスト憲法学者あるいは行政法学者あるいは有識者の皆さん方に集まっていただいてのアドバイザー会議、これを結成いたしまして、昨年1回、そしてすでに推薦版徳島で、今度はね、昨年は東京でやったんですが、徳島で2回目を開催いたしました。まあ、多くの知事さん方からは、まずこの5億問題、でも5億に端を発するのは一番の問題は、実は憲法に定める地方自治の定め、このあたりが曖昧である。あるいは参院、あるいは衆議院と、この二院制がね、少し曖昧ではないか、その役割が。まあ、こうしたところに端を発するということがありましたので、地方自治、その根本原則と、そして5億問題、これをまず第一にやっていこうと。そして徐々に先ほど出た緊急事態条項、特に全国知事会では、大規模災害に対応する緊急事態条項という形、あるいは新たな権利としての環境権、こうしたものをやはり憲法について考える、あるいは一定の方向を出すべきじゃないかと、まあ、実は2回目にこれを時間があればやろうと実はしていたんですね、まあ、しかしちょっと時間がやはり5億の問題、具体的な案こちらを出していこうと、公職選挙法の改正として、あるいは憲法解釈として、もう3つ目としては憲法正面から改正と、この3つのフェーズで具体的な対案を出していこう、処方箋を出そうということで、ここへだいぶ時間をかけて行いましたので、まあ、結果としてそうした議論の中で、またさらにもう一段その後でやる自主財政権とか自主立法権、まあ、こうしたところの議論は実は出てきたところなんですけどね。ということで当然我々としてはこれ全部知事会として大規模災害における緊急事態条項、これについてはしっかりと議論をしていきたいと、このように考えています。これはもうすでにテーマに載せております。まあ、まずは5億問題、あるいは地方自治の根本原則、そうしたものの具体的な案が出た、そうしたところからしっかりと議論をしていくということになります。基本的には
まあ、知事会の中では緊急事態条項というものはまあ必要だろうというような認識で大体一致しているこれは全体的に一致しているということではなくてこの5億問題と地方自治の根本原則はもう全体のまあ考えと言ってもいいんですけどねただ緊急事態条項であるとかあるいは環境権というのはそれぞれの知事さん方からこれもぜひこの機会に検討してほしい逆に提案があったものをやるという形で全国知事会でオーソライズしてやっているものではまだないで逆に合区問題と地方自治根本原則については全体としてこれをやっていこうと当然その中に新たなそうしたものもやっていこうということを話はさせていただいたでその具体的なものが環境権であったりあるいは大規模災害時における緊急事態条項とこういうことになっているそれをこういうのもやってほしい小さな方からの提案を受けて今やっているという形になります指示としては緊急事態条項については必要性についてどうですか大規模災害時における緊急事態条項これは当然のことながら日本全体が場合によって首都直下型と南海トラフが同時に起こるとじゃあその場合の国会の在り方であるとか霞が関の在り方であるとかあるいは地方行政との間の連携、まあ、こうしたものについては当然のことながら想定をしておかないといけない、まあ、実は先般も徳島で大規模テロこれを想定をした国民保護訓練実は徳島での国民保護訓練国と共にやるのは8年連続8回目日本では一番連続とした長いわけなんですけどねやはり今諸外国であれだけテロがパリでも起こる今やもうカナダでもね起こったりさまざまなところでいろんなことがこう起こってくるということになってくるとこれはやはり日本においても考えていかないといけないと、まあ、だん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 国民保護訓練その在り方といったものが重要性を増しているということを考えていくと大規模災害はこれは元より大規模テロであるとかさまざまな危機事象ですね、まあ、こうしたものに対して国はどう対応するのか国会はどうするのかあるいは我々地方公共団体はどうしていくのかまた防災関係機関国民はその時どう行動するのかこうしたものはやはりしっかりとシミュレーションをするさらには具体的な規定をどうしていくのかこうしたものの定めっていうのはまだこの国にない、まあ、そうしたものはしっかりとどっかに規定をするしかも国民の皆さんに分かりやすくそして理解しやすいものにするっていうのは大変重要なものではないかと思いますね、まあ、特に今年は憲法制定70周年というんでね国民の皆さん方も憲法について大変注目をするそうした意味では関心が高まる絶好の機会ということでもありますこの合区問題についてはねやはり多くの皆さん方が関心を持っていただいて何といっても今年の夏というかねの参議院選挙ではそれが初めて実施されるわけですよ有史以来、まあ、当然関心が高まるということになりますのでやはりこうした時に全国知事会としては知事会としての処方箋を出すそして世論を喚起をして国民の皆さんあるいは住民の皆さん方にしっかりと理解をしていただくとこれは必要なことだと思いますのでこの大規模災害時ということをまあ銘打ってるんですが緊急事態条項ね、まあ、できれば次の第3回目あるいは4回目これはまあ春までに4回目までターゲットを定めてますので、まあ、こうしたものの中では有識者の皆さん方に議論していただきたいなまずこうでそれを経て今度は全国知事会として議論していくということですじゃあ、あれでいきます。それでは、ありがとうございました。